はい、どうも皆さん、こんにちは。今回のハロウィンイベント、皆さんどうだったか、ぜひコメントで教えてくださると嬉しいです。ガガちゃんの、ケスケリキクの、ケスケです。ポン!ということで、なんでね、またね、コメントで教えてほしいかって言いますと、はい、こちら。X ですね。旧 Twitter の方で、クラクラのね、日本公式さんがね、こんなツイートをされておりました。イベントの開催も残りあと4日となりました。よろしければ今回のイベントについてご意見をお聞かせくださいっていうツイート、X ですね、ポストをね、しておりまして、でね、見たらですね、結構ね、好評な、ポジティブな、意見がね、めっちゃ多かったですね。9割、8割は、すごい良かった、楽しかったですっていうね、ツイート、されておりまして。まあ、残りの1、2割が、ちょっとラバルーンラッシュぶっ壊れすぎだよと。対戦で使えなくしろとか、なんかレジェンドで使えなくしてほしいとか、バランスちょっとどうにかしてほしかったっていう、こうね、返信があったんですけれども、ただね、X やってない人、Twitter やってない人、とかもいらっしゃると思いますので、今回ね、こちらの、今回のイベントですね、どうだったかっていうのは、ね、ぜひともね、皆さんにね、コメントで教えてほしいなっていうふうに思います。はい、ということで、こういうふうにクラクラ動画ほぼ毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、あとね、この間みたいに公式さんから開発ビルドをお借りしての先行プレイ動画とか、チャレンジの攻略を動画にしていきますんで、最新情報をいち早くゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、今回のハロウィンイベントどうだったかっていうのをね、お送りしていきましょう。レッツゴー!課金される際は、右下の歯車マークから詳細設定、クリエイターを支援で、クリエイターコード、ケイスケの入力をよろしくお願いいたします。はい。本題に入る前にですね、こういった、イベントですね、ポジティブなイベント、意見がね、多いとね、結構ね、頻繁に開催されるようになるよっていうお話をしていこうと思います。なんでかっていうと、今までイベントってこういったね、ユニットをね、使って、こうマルチで何回勝利しましょうみたいなね、そんなイベントしかなかったんですよ。で、2019年か2020年に、はい、こちらチャレンジがやってきたんですね。で、このチャレンジって、まあ今ちょっとめんどくさくて、ちょっとやってねっていう人いらっしゃると思うんですけども、やってきた時って、もうめちゃくちゃ、好評だったんですよ。大好評。もっと来てほしいっていう、反響がありまして。なので今ね、月に2回ほど。で、なんか、誕生日とかお祝いの時はね、こう、毎週やってくる、月に4回やってくるみたいな頻度でやってくるようになりました。まあ、何がいいかっていうと、まあ、一発クリアしちゃえば、こちらの魔法、ポーションとかね、すぐもらえるっていうのがね、めちゃくちゃ好評だったんですよ。こういったね、今までのイベントで5回、こうなんか特定のユニット使わないとポーションもらえないとかだったんですけど、これはもう訓練時間もないし、一発ね、せめて一発クリアできればすぐね、ポーションゲットできるし、資源も、50万ゴール襟ぐらいもらえるしっていうので、結構ね、すぐ終わるいいイベントっていうので、かなり好評だった。っていうのと、あとは、面白い配置に対して、チート村に対して攻めれて面白いっていうのと、あと、こう、始めたての低単包帯の人からしたら、こう、高単包帯じゃないと使えないユニット、アチャクイとか、ロイヤルチャンピオンとかね、突破兵器とかね、こうね、普段使えないようなユニットを、こう、使えるっていうのが結構好評だったんで、チャレンジって頻繁にやってくるようになったんですよ。自分もね、本枠がタウンホール7とか8の時、早くアーチャークイーン使ってみたいなーとかっていう、気持ちがあったんで、その時にこのチャレンジやってきたらめちゃくちゃ楽しかったと思います。なので、そういった経緯がありますんで、もし今回の禁断の合成実験ね、好評だったら、もっとね、短いスパンでやってくるようになるかなっていうふうに思います。で、そこで聞きたいんですけども、皆さん、どれぐらいの頻度で、どれぐらいの期間でやってきて欲しいですかね?ぜひコメントで教えてくださると嬉しいです。私、ケイスケ、実況主的にはですね、2ヶ月に1回ぐらいは、こういった大規模なイベントやってきてほしいなっていう風にね、考えてるんですよね。で、期間に関しては、今回の禁断の合成実験って、10月の13日、13日の金曜日にやってきたんで、まあ、20日間ちょっとほどですよね。なので、正直、個人的には、もう10月の頭にもうこれね、やってきてよかったと。思います。1ヶ月ぐらいあれば、こう、ちょいちょいインしてるぐらいの人でも簡単に貯めれてたと思うんですよね。あと、禁断のエリクサーか。最初さ、これ、エリクサータンク1個しかさ、からしか禁断のエリクサー取れなかったですか。もう最初からね、4つからもう取れるっていう風にして、ポイント貯めやすくしても良かったんじゃないかなって考えてるんですよね。普通にその調整で良かったかなっていう風に
思いますんで、ぜひそこら辺の感覚もね、皆さんコメント欄で教えてください。今回のイベントね、さらに良かったなって思うのが、やっぱちょっとモチベが上がったんですよね。自分の無課金アカウントも、はい、完走しました。で、ポイント貯めるついでにクランゲームもね、普段ちょっと忙しくてできてないのに、珍しく久しぶりに、無課金アカウントの方ね、4000ポイントまで貯めれたんで、結構良かったなって。うん。で、あと、前回の動画で、皆さんの、不満をね、クラクラ公式に伝えますっていう動画出したんですよ。で、皆さんからも不満ね、募ったじゃないですか。その時に、クランゲームも廃止してくれっていう風に言ったんですよ。なんですけど、今回のイベントがやってきたおかげで、ちょっともう報酬ね、ついでにやれて、もうクランゲームも、終えることができたし、こっちの報酬ももらいたいっていうので、結構、うはうはだなって思いました。まあ、ただ前回の動画で、俺がね、なんでクランリーグとかクランゲームね、廃止してほしいかって言ったかっていうと、これクランによって格差があるんですよ。もう、ちっちゃいクランとかだとさ、もうマックスまでたどり着けないんですよ。だいたい2、3個あたり、ここら辺とかに、で終わっちゃったりとかっていう、クランもね、たくさんいると思うんで、クランの格差があるんで、だから、クランゲーム廃止してくると。ただその代わり、こういうイベントを頻繁にやってきて、で、もっとね、報酬もらえるようにしてほしいっていう。クランゲームとかクランリングでもらえなくなった報酬は、その分こっちのイベント、2ヶ月に1回ぐらいやってきて頻繁にね、こうたくさんもっともらえるようにしてほしいっていう、発言をしました。そうですね。なので個人的には、まあクランゲームとか、まあ別に、今回ね、モチベ上がったんでできたんで、なんかあってもいいかなっていうふうに思ったんですけれども、まあクランゲーム廃止するんだったらこっちの方で報酬増やしてほしいって言いましたし、あともっとね、もっとメダルもらえるようになってもいいかな。なんか、ボーナスロードでどんどんね、遊べば遊ぶほどメダルが溜まってって、もっとね、禁断の合成実験でもっとたくさん報酬もらえるようにしてもいいかなっていうふうに思いました。ゴーストクイーンのスキン、これ買っちゃうと、もう他のデコレーションとかも買えなくなっちゃうんで、なんでもうちょい報酬増やしてもいいかなっていうふうには、ちょっと感じましたね。まあ、ただ、そう。で、スパセル公式さんにね、ちょっと伝えたいのが、まあ、こういったメダルね、まあ、もうちょいもらえるようにしてほしいんですけれども、こういったイベントを頻繁にやることによって、こっちのショップでさ、こうメダルさ、もっとなんか出してさ、もっとなんかデコレーション欲しかったら課金して買ってね、みたいな感じに してもいいと思うんですよね。こういったイベントで、どんどん、やってって、で、もうちょっと追加欲しいなって思ったらこっちのメダル買ってね、みたいな感じにしたら、全然ね、売り上げもね、上がると思います。まあ、あれなんですよね。まあ、こういったイベントやりすぎて、まあ、マジックアイテム出しすぎるとみんな村育っちゃって課金しなくなるからっていうので、気が引けると思うんですよ。スパセル公式的には。ただまあ、その分を、なんか、こっちのメダルの方で、まあ、課金できる人はこっちの方にこう、課金をこう、誘導、促すみたいな感じにしてもいいんじゃないかなって。うん。そういった、こう、アイディア、どうでしょう。さあ、それでは最後にね、雑談しながらね、資源狩りやっていこうと思います。いや、本当にね、無課金アカウントとかちょっと忙しいとさ、全然、資源狩りできなかったんだけど、モチベ上がりましたね。ぜひ、今回のイベントで、久しぶりに復帰したっていう方とか、いらっしゃいますかね？いらっしゃったらぜひコメント欄で教えてくださると、嬉しいです。あとね、どれぐらいの頻度でやってほしいかとかね、どれぐらいの、期間でやってほしいかとかもね、ぜひ冒頭で言ったように、ぜひコメントであって教えてください。いや、本当になんかね、本当クラクラ触るいい機会に、いい機会っていうか、本当単方体関係なくさ、こう楽しいユニット使えるっていいっすよね。で、ラバルーンも、ぶっ壊れって言われてるんですけど、まあ、もうちょい弱くしてもまあ、いいとは思うんですけど、これぐらいぶっ壊れの方がやってて楽しい。期間限定ユニットって、例えば今までやってきたやつだと、まあ、つい最近だとパーティーウィザードとかやってきたじゃないですか。で、今までのハロウィンイベントだったら、まあ、クランの都で使えるスケルトンバレルとか期間限定でやってきたんですよ。ただ、弱いとそんな楽しくないんですよ。弱いと、そんななんか、うおーって感じじゃないじゃないですか。なんかこれぐらいもう、ちょっとさすがに、ちょっとラバルぶっ壊れてるんですけど、これぐらい強いユニットだったらもう使ってて楽しいですよね。簡単に全開取れるしさ、なんか村を蹂躙してる感じ。あともうユニット自体がもう面白いですからね。なので、
期間限定ユニット出すにしても、これぐらいね、まあ、ちょっと弱くてもいいです。ネクロゴーレムぐらいの、あ、まあ、強いユニットとかね、どん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 出してほしいなって思いますね。ケースケ実況局では、ただいまクランメンバーを募集しております。詳細は概要欄に貼ってあるクランメンバー募集の動画をご覧ください。はい、そんな感じで今回はですね、今回のハロウィンイベント皆さんどうでしたかっていうのと、あとね、実況主がね、これぐらいの頻度でやってきてほしいなーみたいなね、そんなね、動画をお送りしていきました。いや、ほんと皆さん、今回のハロウィンイベントいかがでしたかね？ぜひコメント欄で教えてくださると嬉しいです。で、今回のね、こちらの意見もね、ちゃんと公式さんに伝えようと思いますので、ぜひ教えてください。はい。ということで、カフェインクラから動画、ほぼ毎日投稿してやりますんで、まあ、チャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひもチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、今度が面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント、友人やクラメンにシェアの方、よろしくお願いいたします。はい。ということで、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。